アニメ映画サマーウォーズ公開10周年を記念してピクシブが2019年7月にリリース予定のスマートフォンアプリ VR オイドモバイルにて 3D アバターの姿で仮想世界 OZ オズを楽しめる特別企画サマーワーズ OZ オン VR オイドパワードバイピクシブが開催されることが決定した。2019年、細田守監督作品サマーウォーズが公開されてから今年で10年。このアニバーサリーイヤーを記念し、今年のスタジオ地図インサマーはサマーウォーズ10周年アップデートをテーマに、サマーウォーズを今まで応援して人はもちろん、これから初めてサマーウォーズの世界に出会う人も一緒に楽しめるイベントが多数企画されている。この夏はスタジオ地図が送る細田守監督作品2週連続金曜ロードショーでの放送も決定しており、7月12日金曜日夜9時からは米国アカデミー賞ノミネート作品未来の未来が地上波初放送、そして7月19日金曜日夜9時からのサマーウォーズは10周年を記念しての初の本編ノーカット放送が予定されている。そして10年前の夏、映画サマーウォーズが描いた未来の仮想世界 OZ と2018年誰もが思い思いのキャラクターを持ち日々の生活を楽しめる世界を目指して生まれた VR オイド。同じ夢を抱く両者が10年の時を経て出会い、この夏アバターの世界が現実のものとなるサマーワーズ OZ オン VR オイドパワードバイピクシブが開催される。VR オイドプロジェクトは誰もが自分の 3D キャラクターを持ち、キャラクターを使った作品作りや裏空間でのコミュニケーションを楽しめる環境を多くの人に届けることを目的として始動したピクシブの 3D キャラクター事業。絵を描くようにキャラクターが作れる無料 3D モデリングツール VR オイドスタジオや 3D キャラクターを投稿し、各種プロコンテンツ間で共通のアバターとして利用できるサービス VR オイドハブなど、さまざまなサービスを提供している。サマーワーズ OZ オン VR オイドパワードバイピクシブでは、ピクシブが2019年7月にリリース予定のスマートフォンアプリ VR オイドモバイル上で自分が作った 3D アバターを使い OZ の世界を体験することができる。さらにサマーウォーズ公開10周年のメモリアルデーである8月1日に向けたイベントや参加した人への特別なプレゼントも用意されるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。また本日からフランスパリにて開催されるジャパンエキスポにてスタジオ地図タイムズピクシブの共同ブースが出展され、本企画のデモ映像の上映が行われる。上映されるデモ映像が公開となったのでご紹介しよう。コメント継承略。サマーワーズ OZ オン VR オイドパワードバイピクシブの開催に寄せて VR オイドプロデューサー清水智英がサマーウォーズに登場する人々は現実世界の姿にとらわれない個性豊かなアバターで仮想世界 OZ を飛び回り、日々の生活をのびのびと楽しんでいます。OZ は現在 ARVR に携わる者にとっての夢であり、進むべき未来への指針でもあります。誰もがお気に入りのキャラクターを持ち、どこへでも行ける遊べる体験を提供する VR オイドのサービス群は、そんな未来を実現するために必要不可欠な存在だと確信しています。スタジオ地図プロデューサー斉藤雄一郎、サマーウォーズ OZ の世界にようこそ。今年、サマーウォーズが10周年を迎えるにあたり、ピクシブが仮想世界 OZ を作ってくれました。
サマーウォーズはアニメーションであり、たくさんの絵の連なりで作られています。仮想世界 OZ を体験した後は、ぜひたくさんの方々に絵を描いていただき、その絵を通してサマーウォーズ OZ の世界をたくさんの方々に楽しんでいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。サマーワーズ OZ オン VR オイドパワードバイピクシブオンザル2019ティーザー企画制作ピクシブ株式会社監修株式会社デジタルフロンティア2019年細田守監督作品サマーウォーズが公開されてから今年で10年このアニバーサリーイヤーを記念し今年のスタジオ地図インサマーはサマーウォーズ10周年アップデートをテーマにサマーウォーズを今まで応援して人はもちろんこれから初めてサマーウォーズの世界に出会う人も一緒に楽しめるイベントが多数企画されている。この夏はスタジオ地図が送る細田守監督作品2週連続金曜ロードショーでの放送も決定しており、7月12日金曜日夜9時からは米国アカデミー賞ノミネート作品未来の未来が地上波初放送、そして7月19日金曜日夜9時からのサマーウォーズは10周年を記念しての初の本編ノーカット放送が予定されている。そして10年前の夏、映画サマーウォーズが描いた未来の仮想世界OZ と2018年、誰もが思い思いのキャラクターを持ち、日々の生活を楽しめる世界を目指して生まれた VR オイド。同じ夢を抱く両者が10年の時を経て出会い、この夏、アバターの世界が現実のものとなるサマーワーズ OZ オン VR オイドパワードバイピクシブが開催される。VR オイドプロジェクトは、誰もが自分の 3D キャラクターを持ち、キャラクターを使った作品作りや裏空間でのコミュニケーションを楽しめる環境を多くの人に届けることを目的として始動した、ピクシブの 3D キャラクター事業。絵を描くようにキャラクターが作れる無料 3D モデリングツール。VR オイドスタジオや 3D キャラクターを投稿し、各種プロコンテンツ間で共通のアバターとして利用できるサービス、VR オイドハブなど、様々なサービスを提供している。サマーワーズ OZ オン VR オイドパワードバイピクシブでは、ピクシブが2019年7月にリリース予定のスマートフォンアプリ、VR オイドモバイル上で、自分が作った 3D アバターを使い、OZ の世界を体験することができる。さらに、サマーウォーズ公開10周年のメモリアルデーである8月1日に向けたイベントや、参加した人への特別なプレゼントも用意されるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。また、本日からフランスパリにて開催されるジャパンエキスポにて、スタジオ地図タイムズ、ピクシブの共同ブースが出展され、本企画のデモ映像の上映が行われる。OZ は、現在 ARVR に携わる者にとっての夢であり、進むべき未来への指針でもあります。誰もがお気に入りのキャラクターを持ち、どこへでも行ける遊べる体験を提供する VR オイドのサービス群は、そんな未来を実現するために必要不可欠な存在だと確信しています。あの夏から10年、OZ の世界を VR オイドが再現する本企画を通して、僕らが思い描いてきた未来の可能性を多くの人に感じていただければ嬉しいです。スタジオ地図プロデューサー斉藤雄一郎、サマーウォーズ OZ の世界にようこそ。
今年、サマーウォーズが10周年を迎えるにあたり、ピクシブが仮想世界 OZ を作ってくれました。ピクシブには、世界中から多くの絵を描く人々、新しいものを生み出す人々が集い、コミュニケーションを通してまた新しいものを生み出していく SNS の世界です。サマーウォーズはアニメーションであり、たくさんの絵の連なりで作られています。仮想世界 OZ を体験した後は、ぜひ、たくさんの方々に絵を描いていただき、その絵を通して、サマーウォーズ OZ の世界を、たくさんの方々に楽しんでいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。サマーワーズ OZ on VR OID Powered by Pixiv On DAL 2019ティーザー企画制作 Pixiv 株式会社監修株式会社デジタルフロンティア